これは何ですかね、2020年12月31日の生配信ライブをもって活動休止となった国民的グループ嵐、2020年末にはスポーツ紙恒例の元旦スクープで桜井翔の結婚が報じられるという情報が流れ、関係者が裏取りに走ったという話もあった。二宮に続く嵐の結婚は桜井や一般女性と長く交際している相場ではなく松潤と井上真央なのではないかというと見る芸能関係者もいると。12月20日の日刊現代で、松潤がセクシー女優の葵司と浮気していた疑惑が報じられ、一時は井上真央と破局寸前となったものの1月上旬にゴールインするのではないかと伝えている。井上真央は12月に主演映画大米騒動試写会に登場し、舞台挨拶の中で来年は一人でフラット旅をしようと思っていたから、このコロナだったので来年こそ旅はしたいなと語っている。12月16日のトースポではこのタイミングで一人旅発言は何らかの匂わせなのではないかと報道。さらに1月5日の、女性自身では松潤と井上真の電撃婚の可能性について触れており、何らかの動きがありそうだと日刊大衆が報じた。まあでもそろそろいいんじゃないですかね、このタイミングでね、嵐が休止になって、で松潤自体がね特にスケジュール入ってないって言ってましたよね。後輩の育成だっていう噂ですけど、特にスケジュールは入れてないと。ってことはあるんじゃないですかね、結婚はね。もうずーっとですもんね、もう長らくも10年ぐらい言われてるでしょ。していいんじゃないですか、そろそろ。よくねこういう恋愛ごとに対してはそっといた方がいいとかいう話もありますけど、僕は YouTuber なのでそっとしとこうとは思ってはないです。ただそっとはしないですけど、ネタとしてね温かくは見守りたいですよね。反対はしないし、もちろん反対をすることもないし、応援したいです。応援したい意味で、応援したいっていう意味合いも込めて、松潤と井上真央さんは結婚してほしいなと思いますよ。そろそろ。ということです。ではでは。